年経ったよ。鬼塚、鬼塚ボーイたち。鬼塚、確かに。カンタさん、存在級オリジナル商品、はい、販売します。それ盆栽道具入れですね、を作りました。おとか言いつつ、もう神田さんが使ってるんですけど、これ一応ですね、いろんな方々のご意見を参考にしてオリジナル盆栽道具入れを作ったんです。でここに盆栽っていうのロゴも入ってる、本格岡山デニムを使った盆栽道具入れです。ちょっと開けてください。片手だから、こうやって蓋付きになっております。いろんなところちょっとこだわりを持って作ってるんですけど、カンタさんの意見どれ入れたか。だいぶこのこことか、あ、幅とかね、幅とかその順番とかは、そうで一応その様子をいろいろ皆さんで相談して作ったっていう様子を動画があるんで、そちらご覧いただいて、はい、最後に予約販売のお知らせをしますので、最後までご視聴いただければと思います、はい、開けてください。僕もまだ見てないんですよ。入れてくれない、書いてある。わ、ほら、ロゴ入ってる。あ、これまだあれだ、作ってるやつ、カリンじゃ。なんかちょっとオレンジっぽいイメージだった。ちょっとなんか、おお、前掛け。前掛けじゃないですよ、盆栽道具入れ。あ、道具入れ。うん。でここ二重にしてるんですよ。はいはいはい。分厚くなってる。あ、厚い。で蓋付きで、いいね、紐でギュッて巻ける。これはこういう使い方でもいいんですよね。ぐるぐる巻いて。そう、ぐるぐる巻いて。あ、でも細かくていいね。このこれが入れるときに引っかかる、うん、これはなんでオレンジだったの。引っかかるのは何でも引っかかります。デニムとかって縦と横の糸変えるんですよ、結構ジーパンとかって。だからそれをイメージして、黄色とオレンジのイメージだったけど、なんか赤い。これでも可愛いっちゃ可愛いな。なんか修正点ありますか。ここ僕丸の方がいいのかなってちょっと思ったんだけど、ちょっと内側にこう入ってる方が、あ、まあその方が可愛いかもしれない、ね。ああ、今のマイナスじゃん。うん、マイナス。まあ、一つの穴に一つだけっていう使い方じゃなくてもいいわけだから、こういうの2本入れたって言うんだろうし、うん、なんかこの色もいい、なんかだんだん良くなってきたから、ちょっと落とさないでくれます今パンパンだな、満パンまで入れるとこうなるんだ。こっちは当然細い。やっぱこれ内側ちょっと入ってた方がいいよね。出てるもんこれ。ただこんなに道具入れる、買うとしたらこんなもんだよね、多分愛好家さんの。僕はこれぐらいかな、お客さんとこ行くときは。結構なのか、トライアングルみたいな。どう解消すればいいかって、普通のやつだとなります、ね、同じ。これの幅が逆なのかな、こっちが大きい方入れた方がいいですね。ピンセットとかよく使うやつをこっちは開け口の方にやってる。最初に巻くところの大きさが大きい方が、最後大きいの巻くのが大変なんだ。じゃ逆向きにしますわ。あ、これいいね。いいね。これがいいアクセントになりそう。意外とでも見た目やっぱこっちの方が可愛いよ。うん、こっちの方がいいね。紐ももうちょっと短く切っといてほしい。都合の良いな。まあ、自分でやってってこと？うん。詰まそう。だから入れ口があれなんだよ。なんか詰まってんの。ちょっとめっちゃ、じゃあね、ここが、こう、裏地が引っかかる。これ結構、これか、あの日常使いすると、なるほど、ストレス溜まる。ちょっとだからこれ上に出しといた方がいいぐらい、やるんだったら。いや、それもやろう、修正しよう。巻き方が慣れてる。慣れてないよね。いい収まりだ。うん、いいじゃないですか。かわいい。もっと言って。これどうぞ。これどうぞ。いいね。これ、これあれはできないんですか？何？これ、レザーみたいな。あ、レザーできると思うよ、作れば。一応あるじゃないですか。うん、レザーパッチみたいな。できるよ。これをまず逆にするっていうのと、ここの幅を出す。で、ここをちょっと内側に
食い込みを入れる。どうしてもこっちが重いから大きいから、あと1センチか 1.5 センチぐらい上のがいい、うん、このくらいまで通常このくらい 歯がありますから、ここだと結構ここに遊びが、うん、うん、もう 1.5 センチぐらい、うん、あと1センチ5ミリぐらい深くなった方がぶらつかないかもしれない。なるほど、あ、大きな、それもだいぶ太いはありますね、うん、大きい入るかなこれが結構入る、入るね、うん、なんか切り出しが落ちるのは怖いですよね、短くなってくるのかもしれないですけど、これが外に向かって落っこっちゃいそうね、デンジャース、まあ、もうちょっときつく、きつめのところに、きつめのところに、うん、手前に来ればいいですね、うん、じゃあそこも修正ですね、作ってみないと分かんないですね、 これですもんね、ここまで入れたいですよね、ここまで、うん、そこまで欲しいですよね、 2センチ出らもう四分ない、うん、ちょっと単価上がりそうだな、上がるやつが ね、 あれですよね、多分ここ2倍ですからね、二重にしてるから、これがこう巻いて、まあ、このぐらいの余裕があるわけですよね、散るってことはないですよね、散る、うん、はしない、うん、逆に短いやつ入れました、これで抜けちゃってるとダメですね、そうですね、なるほどこれは深さでなんとかなるのか、このここで動いちゃうんですよね、うん、深さが短いやつの場合はですけど、うんうん、もう2センチここにあれば落ちにくくはなりますね、ですよね、これです、うんうん、前回の改善点、ここ内側に切り込み入れたんですよ、開いた時に、うんうんうん、ここがはみ出ちゃうんで、はいはいはい、でこれを内側に入れて、うん、ちょっとね、でここの深さを2センチ上げました、はい、でここの引っかかりをなくすために内側にあったやつをここまで出したと、うん、幅をこっちから狭くしていった、うんうんうん、まあ道具入れてったとしてじゃないでしょうかね、だいぶ前とね、前より全然、うん、使いやすさは、うん、ここが隠れれば、はい、一番いいんですよね、ギリギリだった、ね、これ今短くってあれなんですけど、ね、これだと完全に入るから、この方がこれがブレないと思うんですよね、なるほど、はい、いいんじゃないでしょうか、ね、これなら普通に使えそうですか、いいと思いますよ、これなら自分も欲しいくらいかな、ほらこれ盆栽球のロゴです、あ、そっか、うん、雑に使って色落ちも楽しめる、だんだん使い込んでいくうちにね、いい感じになるでしょうから、そういいんじゃないですかね、一応ご報告で、はい、大丈夫そうですかね、うん、量産しちゃいますよサンプル第2弾届きました、ご確認お願いします、一応いろいろ変更点があるんですけど、あと紐の色が変わりました、ステッチの色赤からオレンジに、あ、ステッチの色デニムっぽくするように、じゃあちょっと入れてみるか、入れてみる、あ、あとですね、ここの深さ2センチ伸ばしました、はい、だから前入れた時に結構物落ちたじゃないですか、あ、はい、あ、それがたおそらく改善されてるはず、もういいね、スポット入る、なんか錆びたやつばっかり入れてるすいません、結構あんね、うん、落ちなそうだね、出てる、多分僕ここコブ作って黒手でぐるぐる巻いて、ここギュッてここでここの中に入れて引っかかるようにする、それが多分楽だと思う、一番いいじゃん、うん、いい、遊びがない感じがある、遊びね、落ちない、前落ちたもんね、こうやってやってて、ああいいね、違う、やり方違ったからね、上でこうしないといけない、そうだ、だからこれがへこんでないから、うん、出ちゃってたんですね、そうですね、ここがこうはみ出ちゃう、めっちゃ汚れた、改善されて、深くしたからやっぱしっかりこう落ちなそうだもんね、うん、いい感じ、これもさ、もっとさ、片方に今引っ掛け入れてるけど、もっと結構雑に入れると思うんだよね、使っていくと、うん、広くとか大きいやつこっちにして、適当に入れた方がいいよね、うん、普段絶対適当に入れるもん、ね、まあ、こういう風に丸くいいっすね、球がちゃんと見えるし、うん、無駄がない感じになってる、こっちだとなんかやっぱりこういうとこも気になったし、こうやって出ちゃうのと遊びがあったんだよね、やっぱりここが短いから、ね、ここ良かったね、うん、変えたの、あとやっぱここの全設計だと内側に引っかかりがあって
ってこうやって引っかかっちゃって、うん、これもう完成でいいかな。いいじゃないですかね。 OK、はい、じゃあこれをカンタさんに量産する2ヶ月間あえて使ってもらって色落ちを 見ようで、販売するときに2ヶ月使った色落ちを見るっていうのはどうですか。これ僕はエイジングしていいんです。エイジングなしで。エイジングなしがいいな。 石とかはなし。普通に使ってどのぐらいかで、多分こういうところに当たりが出てくると思うんですよね最初ね、はい、いつも同じところに物を入れてればそれの跡がつくんです。それがやっぱ楽しいじゃないですか。自分のジーパンをね色落ちさせるのと一緒でっていうのをちょっと検証2ヶ月後で。ありがとうございます。はい、じゃあこれプレゼント。ありがとうございます。はい、どうぞ。基本使ってください。はい、雑に汚してください。どうでした。いろいろね、皆さんの意見が参考になってこれできたんですけど、動画の概要欄に予約販売の URL 貼ってあります。で、その予約販売をしていただいて、 おそらく2ヶ月後ぐらいから順次発送していくっていうような形になって、数日、1週間ぐらい使ってる。2週間ぐらいかな。使ってますか。どうですか。ちょっと分かるかな。この辺が擦れていい感じに味が出てる。カメラじゃ分かんない。この辺とかだいぶ反対色に染まってきたと。ああ、ここの辺分かりやすいかも。分かりやすい、うん、なるほど。こういうのがいいですよね、電流の良さ。もともとね、カンタさん欲しがってましたもんね、うん、というわけで、まあ、予約販売開始で、うん、で、今ちょっと考え中なんですけど、その予約先に買った方にはちょっとステッカーをつけようかなと、はい、間に合ったら、はい、あのフェスの時好評だったんで、ステッカーの方は初回購入の特典でつけようかなと今考え中です。ついてなくても行ってください、はい、とにかく 10% オフで予約販売、まあ、それがあれば。そうです、うんね、でこちらの売り上げは全て盆栽の、未来のために使います。私の私服を購入することはありません。そこが大事、はい、別にいいんだけどね本当は。本当はいいけど、一応僕はもう盆栽のことしか使わないと。未来のために使わせていただきますので、販売しますということで、はい、ぜひとも皆さんご購入お願いいたします、はい、カンタさん、なんか、うん、やっぱりこんだけ使って、うん、使うと、うん、若干柔らかくなってしっとりしてくるじゃないですか、電流って。でもそれが出てるんですよ。それがいいなと思って。もうちょっと愛着湧いてきてる。愛着湧いちゃう、うん、あのね、盆栽教室でみんな道具広げてるじゃないですか。ああ一番かっこいいね、間違いなく。それは断言できると思います。やっぱ使えば使うほど味が出てくるっていうのがデニムの良さ、ね、うん、まあ、そういうことなんで、はい、皆さんぜひともご購入お願いいたします。予約が埋まれば次が注文できるんで、うん、追加発注できるんで、まあ、皆さんぜひとも予約してもらえたらと思います。ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。